アメリカ合衆国内務長官は、アメリカ合衆国内務省の長である。アメリカ合衆国内務省を他国で言う内務省の概念と混同してはならない。ミンリーズ・オブ・ザ・インテリアは、アメリカ合衆国の内閣における国土安全保障省に相当する。内務省は、土地管理局、アメリカ地質調査所、国立公園局といった機関を監督する。また、内務長官は、 国立公園基金幹部会に使え、また民間人を幹部会委員に任命する。内務長官はアメリカ合衆国大統領の内閣の構成員である。一般的にアメリカ西部出身者が内務長官に就任する。直近の内務長官16名の内ミシシッピ川犠の初州出身ではない者はわずかに1名である。内務長官の大統領継承順位は第8位である。 バラク・オバマ大統領に仕えたサリー・ジュエル内務長官はイギリス出身でアメリカ国籍へ帰化しているが大統領の要件である首相によるアメリカ国籍ではないため大統領に就任する資格がないので大統領継承順位には含まれなかった2021年1月時点でジョー・バイデン大統領よりデブラ・ハーランドが内務長官に指名されているが上院にて 人事案が承認されていないため、スコット・デラ・ベガが代理を務めている。ありがとうございます。